皆さんお待たせしましたね。待ってませんよ。ゆかり先生が、ゆかり先生がやってきましたよ。なんでやってきちゃったの？これから久々に蹴飛ばしていこうかと思うんですが。おーええな。久々なのでちょっと不安で。そうなんか。ぜひゆかりちゃんにも協力してもらいたくて。なんや弱気やな。よっしゃ任せとき。うちもしっかり支えたるで。よかった。じゃああかりちゃんがこっち操作ね。そんな切り分けの協力あります？え、だってさっき協力してくれるって。いや言ったけど意味合いが違いすぎるんだよ。うちが言ったのはもっと工場を盛り上げるとか精神的に支えるとかの意味合いで協力するって言ったわけで、コントローラーを半分操作するって意味合いでは言ってねえんだよ。てかやりづらいだろうな。ツッコミか投げ。なんか急に笑いのダメ出しされた。ではではあかりちゃんには私をおかめ倒してもらってですね。こいつしばき倒していいかな。プレイしていきましょうかね。たく。てか今日は PS4 でやるんか？いつも PC でやっとるのに。はい、実は以前友達と一緒にプレイするために PS4 でもソフトを買っておいたんですが、なんとなくやるタイミングを逃し完全放置していたのを最近掘り返してきたんです。生々しい話やな。というわけで今回は新規一点 PS4 版を楽しんでいきましょうかね。まあちょっと味が変わっておもろいかもしれんしな。ええんちゃん、赤丸水さん、うぜー。今回はメグちゃん使ってやっていきます。おお、確かにあんま使ったことなかったし。ええな。メグちゃんの代表的パークといえばスプリントバーストストリーム、全てを粉砕しそうな名前や。ダメ倒しでズバッと加速、キラーの接近を華麗にかわし超速加速で引き離す。活目してみよう。この黄金の肘、何を光らせてんねん。え、じゃあ青色の肘、色の問題じゃねえよ。 V だ V。 てか青色の肘ってただの落ち身じゃねえか。じゃあわさび色の体、それはもはや人間じゃねえよ。てか何の話やねん。ごめんなさい。ついに自分の過ちに気づいたんか。よかったよかった。違います。全然違います。うわうっざ。じゃあ一体何に謝っとんねん。いやね、私無敵なんですよ。はい、何？スターの先端で刺してほしいの？あ、なんかいい感じのチクチクになりそう。うるせえな。ほら、私って PC でデドバイのプロだったじゃないですか。そうですね。今回は PS4 版を最初からプレイするのでランクが初期値から始まるじゃないですか。つまりデドバイプロの私が初心者の方をいじめてしまうような構図にならないか心配です。私はお前の頭の方が心配ですけどね。まあ普通にプレイすればええんちゃうの？そうですね。獅子はウサギを狩るのにも全力を尽くすと言います。相手への礼儀として全身全霊を持ってお相手いたしましょう。はい、頑張って。相手はトラッパーですね。このステージは建物の窓枠が強く、サバイバーがそこをよく利用することからほぼ 100% 窓枠あたりにトラップが仕掛けられています。へえ。なので松は華麗にそのトラップを解除しに行っちゃいます。やあほや、まだまだ。こんなトラップ速攻で抜け出してやりますよ。頑張れ頑張れ。釣り目、ちょっと手首風邪ひいてますね。お前の実力じゃボケ。シャイアーコラ。何語や。クロちゃんやつっす。うらー、逃げろー。ふむふむ、あんまりキャンプしないキラーでよかったな。ミンちゃん回復頼みます。ねえミンちゃん、ねえミンちゃん、あ、行かないで、私を回復して。で心音近いで。せっかく助けてもらったのに早速見つかっとる。強窓行くぜーって思いましたけど、トラッパー相手にあの窓は使えねー。はい、罪まだです。ミヨン、ちょっと窓枠行くと見せかけていかない。全開。お、うわーこれは先生が出ましたねー。でも多分すぐ追いつかれるで。じゃあまた旋回かましちゃいますかね。それにゃー。はい、見つり目、しかも地下やん。結構絶望的な状況やな。だけどもだけど、ひたすらにうるせえ。ここで見せちゃうのか先生なんですよね。何を見せるの？死体？違います、全然違います。うわうっざ。この絶望的な状況、逃げ切ったらご褒美くださいね。ほう、ええー、ぞ。何がいいんや。うまいぼ。ええー、よ。プレミアムがいい。ちょっと欲張ったな。ええー、よ。やったぜ。じゃあ捕まったら罰ゲームな。え、辛かったらバスローブ？何があったんだよ。なんで辛い時バスローブ着なあかんねん。ちげえよ。罰ゲーム。そんな、あかりちゃんがそんな体を張るなんて。なんでうちが罰ゲームを受けるてやねん。ゆかりちゃんが罰ゲームするの。超余裕っち。よっしゃ言うたな。じゃあ捕まったらアイキャッチ中にセクシーな格好でセクシーな言葉を叫ぶんやで。オッケーオッケー、もう満体。さあてどんなセクシーを見せちゃおうかな。なんで負けた後のことでウキウキしとんねん。勝てや。うらー、逃げろー。ラストチャンスやで、頑張りや。追っかけてきてますね。さあこれからどうするかやな。とりあえず一発目はあそこの板でかましちゃいましょうかね。それしかないやろな。うら、走れ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 、ちら、走れ走れ。きちんと確認するのはええことや。ええぞええぞ。板発見。ひぃー、やべえ、ガツボを貯めてらっしゃる。これいけるんか。
お母さん、はい、私は元気です。現実逃避をするな。ナイフを持って白いマスクをつけた築地のおっさんに追いかけられているけど、私は元気です。完全なる事案。おっさんと向かい合いながら、左右に動き回ってるけど、私は元気です。地にすると凄まじい状況やな。でも、先生は負けません。なぜなら、先生の背中には、生徒の希望と、お、夢と、お、弁当が乗ってるんだ。生徒の弁当パクってんじゃねえよ。負けるわけにはいかないんだ。はい、はいじゃないが。では罰ゲーム行ってみましょう。3、2、1、ま、サブリミナルかな？てかアイキャッチ早いよ。いやだって、いつも使ってる場面転換これじゃないですか。いや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 、アイキャッチ言うのは番組のタイトルクレジットを載せるやつや、ある程度の時間がないと認識もされへんで。なるほど、じゃあ改めましてよろしく。3、2、1、マミーポコパンツ。じゃあ次の試合に行ってみましょうかね。待て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 。え、じゃねえよ。今の何？そりゃずっと漏れ安心シェイプでおへそまでしっかり引き上がるから長時間遊んでも漏れ安心のおむつですよ。商品詳細を聞いてるわけじゃないんですが、マミーポコパンツのどこがセクシーやねん。パンツ。あ、そこだけで判断したのね。てかそうだとしてもチョイスが絶望的に下手すぎるやろ。なあなあ、どうしました？うちも久々にやりたいんやけど、ええか？お、あかりちゃんも出とばっちゃいますか？うえい、誰やねん。はいどうぞ。ありがとう。とか言ってる間に心音が近い。マジでか、見つけたらあかんで。て確実に見られとるやん。いい、加速です。マジでこういう時のスプバ、有能すぎて助かるわ。ほい。うおっと、ヒュー。やりますね。この構造なら、時計回りで窓枠越えれば時間稼げそうや。ほい、フェイントかけて。あれはフェーズウォーク中やな。なるべく視線切ってくれ。多分視線切ってフェーズウォークやろ。そんなんあかりちゃんにはお見通しやで。よし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 、ええ感じや。どうやら逃げ切ったようだな。弟子よ。誰が弟子やねん。やめろ。いや、うち、スプバあんま使ったことないよな。そうなんですか？いやな、スプバって走ったら発動するやん。なんで、もしもの時のために温存しておこうみたいな考えが働いてしまうんで、通常時の動きが遅くなりがちになるのが目に見えてたから敬遠してたんや。ああ、あるあるですね。まあでも、そんなに気にしない方がいいですよ。誰かがチェイス中の場合は、走って移動した方が効率いいですしね。このゲームは、効率性がとても重要になってくるので、パーク温存よりもチームとしての効率を優先した方が結果的に良くなりやすいと思います。確かにそうかもしれんな。先生様にはまともなこと言うやん。まあ、私は誠実さ3割、可愛さ3割、華麗さ3割で出来上がっている完璧超人ですからね。1割ほど何かが欠けてるけど気にしない先生好きやで。てばーい、見つかってやんのプッキー。しばき倒すで。くっそ、なんでこんなに見つかるんや。窓枠フェイント。あいた、くー、引っかかってしもた。わーい、頑張れ、かっこ笑い。なんで今笑ったんだよ。あかりちゃんは元気ですか？今殺人鬼に生まれてんだよ。むしろ生と死の狭間をさまよってるよ。じゃあ逆に元気ですね。逆にってなんだよ。必死に逃げてんだよ、画面見ろ。わあ、画面大きい。どこに食いついてんだよ。うちのプレイを見ろってんだよ。なんとか窓枠使って、小屋でなんとか時間稼げたらええな。頑張れ、かっこ笑い。なんでや。なんとかここで様子見やな。できてますね。イエーイ。小屋板ある島田まだ行けますよ。よっしゃ、とりあえず一周目は窓枠で逃げていくで。で、あれ引っかかった、引っかかった。にゃあ、あ、ワルスにゃろ。ありがとう。でもお兄さん結構近いですね。小屋へ逃げるんや。これなら小屋板間に合いそうやな。で、ちょいちょい、ドワイトさんなぜおるんや。ああ、多分カバーに入ってくれたんですね。ほんまや、ありがとう。でも追いかけられるのがアカリング。その呼び方やめろ。ほい、とりあえずはこれで時間稼ぎや。お次はあそこの塀に行くで。よしよし、板ある。ちょっと板倒す。フェイントを、逃げろ。ああ、とっても微妙な距離です。いけー。にゃー。鼻で笑ったな。てか、あの板倒しフェイントいらなかった。失敗したわ。普通に見ててたら間に合ったかもしれませんね。サバイバーを捕まえた鬼と、捕まってしまったメグちゃんの心情をお伝えいたします。なんで？やったー、やっと一人捕まえられたよ。かわいいな。あの雰囲気でそれはかわいいわ。あんのクソ鬼が。次やるときはそのサイヤ人みてぇな脳天に板を叩き落としてやるからな。どっちが鬼だよ、怖えよ。こんにちは。こっちみんなやめろ。よっしゃ、サンクスや。うわははは、私から逃げられるとでも思ってるのか。お前は誰なんだよ。で、あれ？追いかけてこんな。さっきのメグちゃんがタゲ取りしてくれたみたいですね。う、みんなすまん。このゲームはみんなの力で生かされてるのを感じるわ。あ、いいってことよ。だからお前は誰なんだよ。
あれなんか人少なくないか？ああ、それ私が消しときました。だからお前は誰なんだよ。アイアム。おっと、うるせえな。さあついに鬼とワンツースリーになってしまいましたね。何を数えてんねん。ワンオンワンが1対1。一体知り何があったんだよ。こっからが正念場や。場を繋いでくれたみんなのためにも絶対逃げ切るで。ほらビム、今だよ。早く走馬灯を流して。流すんじゃねえよ。やられる気満々の演出やめろや。だってほら見つかっとる。貴様に待つのは絶望だけだ。毎度毎度うるせえな。くぅ、なかなかに厳しい状況や。あかん、追いつかれる。ヒュー、危ないね。にゃんにゃんにゃん。くっそ、こいつ私の気を散らすことに全力を注いでやがる。露骨に窓枠飛んだる。よしよし、まだいけるな。うおうおうおう、連続方向転換。よっしゃ、間に合った。うおらマティアー。だからなんでお前はさっきから若干鬼側なんだよ。あれ来てないな。回り込まれるんか。の普通に来とるやん。だまされたな。うるせえ。ふぅ、しまった。無駄に回り込んでしもた。きっついな。板壊してくれ。壊してもらわんと逃げきれん。よっしゃ、壊したな。逃げろ。ドキドキ。ハッチはどこや。ドキドキ。そろそろハッチ来てくれんときついで。ドキドキ。はっ、この音は。よっしゃ、この距離ならうちの勝ちや。うむ、さすが私の弟子じゃな。だからお前は誰なんだよ。いやー、久々のデトバイ白熱しましたね。せやな、やっぱりやってみるとおもろいもんやな。実を言うとですね、今回は私のファンから。ファン、妄想やろ。正常になれ。違います、私のファンの方がデトバってほしいって言ってくれたんです。おー、マジか、それは嬉しいな。ツイッターでも私たちのことを紹介してくださってる方がいたんですの。おー、めちゃめちゃ嬉しいな。ご意見本当にありがとうございます。これからも視聴者さんと一緒に楽しむための実況動画を作っていかなあかんな。おっしゃる通りです。先生も気合い入れてゲームしまくります。せやな、うちも付き合うで。皆様のご意見随時募集中です。ゆかり先生にやってほしいゲーム、相談したいこと、リサーチしてほしいゲームのテーマなどなど何かありましたらコメント、ツイッター、インスタからどしどしご意見ください。待っとるで。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。